今日は2019年5月25日土曜日、今朝の6時過ぎです。日の出が早いですよね。もう4時半頃から明るくなってきてて、今日もあの秩父方面に向かいます。で、昨日あのボーノさんとノボリンさんにステッカーもらったんで早速貼ってみました。どうでしょう。そしたら今日も、秩父方面に向かいます。 Ready to race。またやっちゃった。スタンドが上がってませんでした。お、なんだこの車、セブンか。こっからあの山の方に入っていきます。川町ってとこ。朝コンビニの前で撮った時はあの日が昇ってきて結構暖かかったんですけど、ちょっとあのあなんか花が綺麗で、ちょっとあの山の中っていうか山間部に入ってきたら結構涼しいですよね。まあまだ7時前ですけど 16.5 度、このバイクの温度計で結構涼しいですよ。あの今日ジャケットの下 T シャツ1枚なんで、あのでもね、あの今日30度を超えるっていう話だったんでそうしたんですけど、結構寒いですね。で、このジャケットあの結構ベンチレーションの機能があるんで、今朝はあのそのジッパー開けて風入れるんですけど、それ全開にしてきたんですけどあまりに寒いんで全部閉めました。今ようこそ時川町へ。なんかこの道初めてですね。秩父方面もね、いろんな道があって奥が深いですよね。さてこっから道が狭くなりますね。道路情報何？ゆっくりゆっくりなんとか。はい、白石峠っていうとこに行くのかな、これ。うわ、すごい。あ、こっからもうすごい道になってる。これまたあの集中するんで例によって科目になりますね。ちょっとこ
こっからはもう790デュークのサウンドをお楽しみくださいっていうことになります。狭あの縦溝も怖いですよね。これもなんかうわあ足つきそう。狭いけど結構道はね、いいですね。舗装が結構整備されてて走りやすい。パラグライダースクール？ライダースクールがあるんだ。これどっち？トイレ行こう。バイクが来てる。おお、みんな川崎だ。ゼファー？へえ。どこにあるんだろう。ここなんかキャンプ場みたいですね。おシャワーとかあってトイレも綺麗でね、すごいいいとこですよね。ではちょっとまだ寝てる人がいるかもしれないんで、あれ、どうした？かかった。
今何だったんだろう。ではここあれですよ、あのボーノさんたちが月曜日に来てたところですよね。よいしょ、こんなとこがあるなんて知りませんでしたけど、すげえ景色ですよね。絶景です。よいしょ、なんかこうエンジンのマークがついてるの、これ何なんだろう、やばいのかな。では下ります。なんかずっとつきっぱなしだな、このマーク。オーバーヒートしたんだろうか。あの天文台降りてきたら、上がるときはまた別の道で分かんなかったんですけど、降りたら結局あの定峰峠でしたね。あそこでああいう風につながってるって全然知りませんでしたよ。結構何回も来てるんだけど、まだよく分かってないところが多いですよね。まあ、いつも Google 先生頼みで来てるんで、その辺がね、やっぱりなかなか自分で把握できないというか、それはいいんですけど、今日なんかこのエンジンのマークがさっきからつきっぱなしで、どういうことなのかわかんないですけど、ちょっとバイク屋に見てもらった方がいいかな。別になんか不調がありそうだってことは全然ないんですけどね。なんかでもさっきエンジンが一瞬かかりにくかったんだけど、あれが関係してんのかどうかわかんないけど、ちょっと一遍見てもらった方がいいかもしれないな。というところで今日は早起きして、峠を走りました。それでは下界に降りてきましたけど、めちゃくちゃ暑いですね。もう33度を指しています。今日峠のてっぺんでエンジンのかかりが悪くなって、で、まあエンジンのワーニングが出たんで、さっきバイク屋さんに持ってったんですけど、結局なんかコンピューターの通信エラーが出てただけっていうことで、まあバイク自体にはあんまり問題がなかったようなんですけど、
れなんか前走ってるやつ790デューク初めてですよ、同じバイク見るの。なかなかかっこいいですよね、後ろからですけど。で、何の話してたんだっけ。あ、それでまあ、エンジンは特に問題がなさそうなので、まあ、それはそれでよしにしようということになりました。かっこいいですね、790デューク。やっぱりまあそんなこんなでですね、もう暑いんでメッシュジャケットを帰ったらすぐに出しますよ。明日バイク乗るかわかんないけど、ちょっともう3シーズンのやつ暑すぎです。じゃあそんなわけで今日は終了。